メルセデスベンツ S クラスメルセデスベンツ W126 メルセデスベンツ W126 はドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデスベンツブランドで展開している S クラスの2代目モデルである W126 はそのコードネーム1979年から1991年まで製造・販売されたコードネーム W116 の開発発展版とも呼ばれ 内外装ともに似ている部分が多く存在する。派生モデルとして、クーペタイプの SEC が登場している。なおロングボディ仕様には別途、V126 というコードネームがあるが、通常はそれも含め、W126 と呼ばれる。メルセデス・ベンツ S クラスは、長きにわたり、世界の富裕層から信頼されている高級車である。高価格ではあるが、それ以上の品質と信頼性。 安全性を備えているという意味で最高の道具であるとも評される。W126 はその評価を確固たるものとした車であり、歴代 S クラスの中で最も販売台数の多いモデルである。W126 は2代目 S クラスとして1979年9月にフランクフルト国際モーターショーにて初公開された。初めは、 標準ホイールベースセダンとロングホイールベースセダンのみ発売されたが、1981年9月にはクーペタイプも発売された。発売した13年間において、全世界で89万2123台売れ、W126 は最も人気の高い S クラスであった。日本での発売時期はバブル期にかかっているため、非常によく売れたモデルの一つであった。 新たな自動車工学の導入や安全性の向上、パワーシートなどの快適装備の導入など、メルセデスベンツのフラグシップにふさわしい改良が行われた。特に上級モデルの500と562は以下の装備が搭載された。500セル運転席500セル後部座席 W126 スイッチ類、W126 はボディ形状に空力的なリファインを施した最初の高級車である。 先代 W116 の持つ高度な走行性能や快適性、徹底した安全性を引き継ぐとともに、オイルショック後の時代背景を受け、省エネルギーと環境保護を念頭に置き開発された W116 と比べ車服を縮小し軽量化した車体を持つ 500SE560SEC500SEC 500と560セル最終モデルに相当する1990年の 正規販売価格は次の通りであった。いずれも消費税を含まないトラスコセンセルモンテベルディティアラ各国のコーチビルダーや車両改造業者による各種バージョンがあるリムジン、シューティングブレイクなどスイスにかつて存在した高級車メーカーであるモンテベルディは W126 の前後デザインを変更しサッコプレートを取り外したモデルをティアラとして発表している。また キャラット社、トラスコ社など数多くのコーチビルダーが、ストレッチ義務人化や内装の偽装を行った。なお、ボディ延長にも様々な手法があり、ボディを伸ばさずパーティションを装備したモデルもあった。また、これらは当時の工芸機も乗じて、日本にも多く輸入された。価格の相場は、標準タイプの約倍の3、500万円から6、0円ほどであった。ありがとうございます。